こんにちは、島直香です。ほら、珍しいでしょ。これ、コケツツジ。あと、コケ梅なら皆さんね、見たことあるけど、コケのついてるツツジです。これね、親戚のお家にあったのでね、切ってもらっちゃいました。今日はこれをこうね、この宝箱台形に、使ってうまく生けていきたいと思ってますね。え、すごいですよね。これ本当親戚のお家からもらったからただです。あんまりただただ言うのもやらしいんだけどね、本当にお金払ってなくってもらっちゃったんです。いただきもんをうまく生かすのもね、あの私たちイケテのこうなんていうの、裁量ですよね。こうかな、ちょっとここ切りましょう。相変わらず私の手は悪いです。本当に素晴らしく悪いです。はい、どう、こういう横長の展開、もしかしてフレーム入ってないかもしれない、ちょっと怖いです。さあ、そしてじゃーん、綺麗でしょう。クレマチス白マンエです。これも実はいただきものです。前のお家の T さんからいただきました。 T さん、ありがとうございます。なんか最近いただきものばっかりで花いけてるみたいね。はい、これも T さんからのいただきもの、すっごい綺麗で豪華でしょう。どうしようかな、こっち向きだね、この枝。よいしょ、よし、こう前に出しちゃうね。ちょうどこのコケツツジにこうもたれかけさすようにすればうまくいきますよね。さあ、そしてここからクレマチスカシスです。これは自前、自分のうちのクレマチスですね。ちょうどね、いい感じだなと思ってね。よいしょ、ね、クレマチスのね、2種ふわーっといけるの面白いですね。どうしようかな、前かな、うん、前だな、これは前から。ほんと切ってきたばかりで水揚げもろくにしてないの。水が上がってるうちにね、いけちゃえばいいかなって思ってます。よいしょ、顔をね、前の方に向けるようにふわっと入れます。どうでしょう。まだもう一本あるけど、これ最後に入れますね。そしてじゃん、送られるか。これも実は親戚のお家の畑からいただいていきました。このコケツツジをくださった親戚の方と同じところから送られるかも来てるんです。私、送られるかがこう花屋さんで売ってるのは見たことあるけど、普通にこうね、地面から生えてるの見たの初めてです。これどうしよう、シュッて入れたいなね、このシャープな線化したいですよね。こうよっ、どっから入れよう、この台形のこのね、感じに合うように。こっちから入れたら逆にこう入れたいなって私思っちゃうのね。入れる、ね、こういうのも面白いですよね。はい、ちょっと寸法が同じぐらいになっちゃったね。ちょっと短めにしてみました。どうでしょう。前からちょっと手入れるの
左手でいい。そう、右手がダメなら左手使えばいいのよ。ね。よいしょ、ここ入れたいんですよ。手がなかなか。ここから、こうか。はい。入りました。はい。どうでしょう。一応これで完成なんですけど、これを前に回って入れたいと思います。はい、それではこの作品の好評を言ってみたいと思います。まず、はい、中央にユリ入れちゃいました。いや、ちょうどね、アトリエのバケツの中覗いたら咲いたばっかのユリがあったから、あ、いいなと思って迷うことなく入れちゃいました。どうですね、やっぱりクレマチスがちょっと小ぶりだったから、うん、真ん中にこうインパクトのあるものをパーンと持っていった方がいいかなと思って判断した次第です。そして送られるかも、ちょっと入れ替えしちゃった、えへね。最初は2方向から入れてたけど、1つの方向からシュッと入れた方がいいなと思って変更です。ねえ、でもこのクレマチス白万葉綺麗だし、カシスとの相性もぴったりですね。クレマチスって本当生きれるのってもうこの一瞬だけだもんね。このタイミングを逃すことはできませんでした。そしてこの鉄火器宝箱台形、これね、意外と軽いのだからね、持ち運びもいいし、すっごく可能性のあるいい火器だと思います。私これ初めて行けたんですけど、うん、結構相性いい鍵かもしれないなって思っております。そしてそうだな、特筆すべきこととして、右側の、うん、苔ツツジのライン、下げるように入れてるでしょ。私あんまり通常こういうことしないんだけど、今日はクレマチスがメインだから、上に線が上がってるとちょっと強すぎるなと思ったので、わざと下方向に下げるラインでいけております。さあ、いろんな角度から見ていってください。そしてよろしかったら YouTube 登録およびコメントよろしくお願いします。今日はありがとうございました。